インディアナポリス子ども博物館のコレクションから、ドゴン族の踊りの人形をドゴン族の男性。ホゴンと呼ばれる宗教上の長。断崖に住むドゴン族の村ドゴン族は、マリ共和国のニジェール川流域に面したバンディア柄の断崖に居住する民族。人口は約25万人。6月から10月にかけての雨季には、トウジ人ビエ、トウモロコシ、稲、ホニオ、 玉ねぎなどを栽培し、寒気には人工池を建築する。社会的には、不景血統からなる集団を形成し、仮面結社や年齢集団といった政治的組織が確立され、保護と称する主張により村の運営が行われる。特に仮面結社に代表されるような仮面文化に発達が見られ、これを用いた舞踊や祭事に文化的特徴を有する。 祭事の多くは歓喜に行われ、先祖を称える祭り、氏族のトーテムを祭るもの男子結社による祭りなどが行われる。中でも60年に一度実施される、祖先の霊力を持った蛇の大仮面を奉納する、死儀の祭りはよく知られる。天文学に関する知識を多く持つドゴン族は、それに由来する神話を数多く持ち、フランスのジェルマン・ディタレニア、 マルセル・グリオールといった研究者によりその詳細が紹介された。この学術論文は1950年にアフリカ学協会誌にスーダン原住民の伝承によるシリウス成形という名で発表がなされている。ただしこの神話についてはドゴン族が近代以降の実証的な経験科学に基づく科学知識に接触していなかった時代に ドゴン族自身の経験や知識に依拠して創造された神話なのか、何らかの形で近代科学と接触した上で創造された神話なのかが不明とされており、議論の対象となっている。儀式用の仮面をつけたドゴン族、ありがとうございます。